温泉好きの人にはいいね。温泉好きの人にはもう最高、うん、朝は当然入るけど、うん、夜寝る前にもう一回入ったらまた入りに行くと、うん、好きやんね。最高やん、すぐ寝れるよね。ああ、そっか、うん、うん、でサウナもすごい、もうガンガンに効いとった、ね、サウナこの時間で。暑い、暑すぎる、暑すぎるぐらいがいいです。あ、もうちょっとあんまり長くおらんかった。でレモン の、 あの、うん、飲み物がレモン水が。じゃあどこにあと脱衣所？風呂の中のあの露天風呂に行く途中ぐらい。レモン水。酸っぱい。ちょっとね、レモンが入ってるんですよ。あ、水にレモンが入ってるじゃん。水にレモンが入ってる。それ自由に飲んでいいと？自由に飲んで。いいね。それがビールやったらもっと最高ってとこやね。まあ、でもそんなわけねえだろ、ビール。お風呂でお酒は飲んだりかもね。それは関係ない。ビールはないよ。酔っ払って風呂に入ったら大変なこっちゃ。泥酔者は入っちゃいけないんだろ、風呂。そう。佐賀さん和牛、唐津うまかもん市場で買いました。値段がハゲちょるがや。1500円です。の3割引きです。はい、1500円の3割引きでした。三色インナー、これも唐津うまかもん市場で買ったんだよね、うんうん、あと何買ったっけ。そんだけや。あ、これだ。あ、これはこれも唐津うまささみスモーク、うん、唐津うまかもん市場で買ったささみスモーク。反対にして、うまそうだったので買っておつまみに買いました。あとこれ、これはうまいです。ちょっと食べましたけど、これはうまいですよ。平戸の、手作り道の駅海のふるさと館で買った天ぷら、うん、平戸のエソ天、美味しかよ。これはめちゃくちゃうまい。もうとっとと食べちゃったもんね、うん、味見しました。これはおすすめ。
五色堂は唐津うまかもん市場で買いました。巨峰です。今日の超簡単な夕食です。超簡単で豪華です。佐賀牛うまいです。美味しい。